チャラ悪い後ろのチャラ悪い後ろのこっちえこっちこっちこっちリーゼントちゃうもんな金髪毛量が多いの毛量毛量で負けてるもんねなんでそんないっぱいあんのそんなみんなそれじゃずるいよちょ並んでよ並んでよちょ並んでよ俺がいいねいいねいいねその手使われへんからいいね癖しかない先こすれ消えたダスキンみたいなだからよもう清掃係がモップで美味しいとこ全部持っていかれて帰ってくれる今谷さんが思い出したでも後ろ姿見てくださいね兄さんやお磨いて しっかり磨いてしっかり磨いてやありがとうございますヘッドまで磨きですあきれいだんだんここ白になっていくんやろうなここすいませんね、うん、すいませんでも自分たちの学生時代はこういうのがおったですからねほんままだそういう世代でしたよえ家どこ茨城ですあそれはおるわそれはおるわおる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 いや関西におらへんもんそんなおらんおらんまだ千葉とか茨城はおらんそんなん九州にしかおらへんよこんな九州か茨城かいやもうねいいですよねかっこいいっすかっこいいこれ俺ちょっとやりたいっすねちょっとこう何撮ってんのちなみに何て言いました今何撮ってんのいや似合ってるわ俺落っこちしたんだよおめちょっと掃除してやっていいですか掃除綺麗になったっぺこれでじゃあ菊池君それでいこうってキャラいや絶対いいよ地元の、うん、結構ハードな言葉はこれなんですよあそうなんやはいはいそうです昔コウさんがそんな感じで話してそうですよね、はい、今やったら面白いと思うそう絶対だって今もおらへんもんだってそんなの言いますよねあの今日見てないですけどいやだからこのチーム九州もう大変わったわけよ大が変わったんでそういいっすね。うんうん。いや絶対いいよ。絶対キャラ大事だから。うまくナンバーワンうまくてもあかんのよ。うまくないからそっちで行った方がいいですね。絶対。あごめん。これフォローするとこやった今。じゃあしてえや。うんとか言ったらあかんやん。うんとかダメ。まあそういうの大事ですよね。いやほんまに大事だと思う。見たいんですよ。またもう一人四国の四国の本場の D イベントを見たいんですよ。ああ四国もいてそうやろ。もうじゃあそこも代替わりしてもらっていいですか。早く向こうで用意してきて。どの県が一番すごいのかっていう。すごいのか。うん、方言もね方言も。難しいない香川の方言とかいうの。おいいい。わかりたか。来た。かっこいい。うおお。ええ。じゃあ一言お願いします。なんでこれやろう。香川ちゃうやろ。関係ないやんそれ。それおじさんめっちゃ美味しいやんかそれ。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。いろんな誰が一番似合うかっていう。あほんまやな。こう順番に被していこうや。めっちゃ面白いもんなんか。この白髪がちょうどさモーツァルトみたいな。あ、でもほんまにこれちょっとあれやな、なんか崩れてきてほんまサザエさんみたいになって。
ちょっとちょっとメンチ聞いてみて。綺麗っすよ。いやいや逆人だけ綺麗っすよ。逆に怖い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 。逆に怖い。いい顔しかできんっすよ僕。ちょっと自己紹介いいですか。喋ったことない？はないです。はい。ちょっと若もを潰そうっていうコーナーです。柔らかに。ちょっと自己紹介お願いします。77番 N スタイルバリの早見慎之介です。慎之介です。まあ、このカラーリングで分かる通り、これはだって木口君戦うとことあるやろ。いやもう恐怖すら覚えてない。カラーリングですよ。うんうん、横に並ばれたらちょっと怖って。やばいって。そう、もうだからもう正真正銘その後輩なんてわけですよ。そう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 。あの知ってますよ、俺会場で最近よく見かけるんで、うん、やっぱりこう足癖がいいですよね。ああそう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 、はい、まあまあまあ師匠に似てるのかよ。いやでも良すぎて足つむんで登場シーンでロッカー飛ばしたりするから。日光でも飛ばした。あ関西スタイル、関西スタイル。いかついいかつい。おお本物やん。あ、あ、これ似合う人来た。似合う人来た。似合う人来た。似合う人。ちょちょ、これちょっと、ちょっと、やってもらえ。やるために来たんちゃうんすか、今。あ、力がおった。あ、うん。ちょ、力やって、これ。これ、キムジ君知ってる？知ってますよ。ジュニアですわ、これは。そう。うおぉ、悪い、うわ、悪い、わ、いいね、かっこええやんか。モンタミほらほらほら、これは大丈夫大丈夫大丈夫。俺これどうですか。あがるおばはん、おばはん、なんか普通？ほんま？なんか普通。4000円やってください。社長いってください。絶対にいけてます。ちゃあかんやん。やっぱりなんか YouTube で流すなよ。いや絶対流します。あかんよ。シードシードシード。これさ入れといたって。あかん、ヨンさんシードでした。なんでやねん。いやでも篠之介似合ってたわ。思いますか？これ本物やろ、だって。やっぱりみんな皆さん違和感ないですね。いやでも今のところまあまあこう関西系よ。関西系って感じが、うん、関西系という感じがする。あ、まあ篠之介の中江選手誰か紹介してよ。中江選手。うん、あ、このリーゼント似合いそうな。似合いそうな。似合いそうな。うん。おらへんのよ。悪いなお前。あ、だってそれ本物じゃんそれも。森さんおる？森さんいない。おらんやろ。しんちゃん瀬戸大輔言うとこ。瀬戸大輔。瀬戸大輔。似合うかな。瀬戸君はちょっと顔が。あ、樋口君に対してなんかどう思いますか？イメージ。知らんかったら知らんで。イメージですか？うん、いや僕でもリーガル結婚見てましたよ。あ、そう。はい、見てます。ヒューさんのあの。ゴーレルめちゃめちゃかっこいい。うんうん、はい、俺も見た、うん、あの恵比寿で前手塚さんで入りすぎて前回りバシャーンってなるんですよ。そうね、あれ引けなくてね。よー知ってるな。知ってるね。生まれてないで。え、生まれてないで。ゆき生まれてない。2歳の頃でなんでそんなええわー悪いわ。今何年生やったっけ？一応6年生です。嘘？ほんま？もう6年だった？え？早っ。早っ。6年やったっけもう。暑いやろ。え、暑いし。
ときはほら反対にした方がいいです。チークにカンパしたいな。どんだけ信号だけ好きやね。ほらもう歩き方がほら谷さんやほらそのままや。